おはようございます。2月12日です。とてもお天気は良いです。今日は、椎茸の原木に、椎茸の種、駒ですね、駒を打ち込む作業に来ております。先日ですね、秋のうちに、椎茸の原木を玉切り、こういうふうにですね110センチぐらいに切り揃えております。これに対して今からドリルで穴を開けてですね、駒を打っていくという作業になります。私昨年の駒打ちで腕を痛めていて、未だに手首が痛いのでこういうサポーターをしております。駒を打つですね、速さちょっと見てみてもらいたいと思います。こういう感じです。あとはトンテントンテンと、一つずつ、駒を入れてですね打ち込んでいきます。 YouTube これを永遠と、一日中やっていくという感じになります。今年はですね5000から1万個ぐらい打ちたいと思っているので、皆さんに、いい椎茸をお届けできるんじゃないかと思っております。必ず届けたいという気持ちを持って作っているので、楽しみにしておいてください。じゃあ全国の皆さん、応援してください。よろしくお願いします。